皆さんこんにちは、上総市長の神田敦武でございます。ようこそ市長室へ、2月号今日は今回1月28日に竣工をいたしました大野公民館の前からお送りしたいと思います。あの水害で大変な被害を被った大野公民館ですけども、このように立派に復旧することができました。先月1月号は主に3点皆さんにお伝えをさせていただきました。1点目は水害の経験から防災先進都市を目指して、そして2点目は圏央道、これも4車線化が年末に決まりましたけども、この圏央道を生かしたまちづくりについて、そして3点目は充実した市民生活の実現に向けてということで、地域交流センターのリニューアル、こういったことに関しましてお知らせをいたしました。今回2月号も主に3点皆さんにご報告お伝えをしたいと思います。まず1点目でありますけども、1点目は防災先進都市を目指して、1月の21日市内一斉の防災訓練を実施をいたしました、ご報告でございます。今回のこの防災訓練は市民全員を対象にして行った初めての上総市としては防災訓練となりました。全員が参加できるシェイクアウト訓練、これを皆さんで身を隠す、その、守る訓練をいたしました。また豊岡小学校、石毛中学校、この2校と地域の方々、また住民の皆さん一緒になって避難所の運営の訓練もさせていただきました。またいろんな形で今防災無線が聞きづらい、いろんなお声をいただいています。これを総務省の採択を受けて、新たに防災情報を皆さんに的確にお伝えができるような個別受信機の設置、またはスマートフォンのアプリを使った文字での皆さんの携帯電話、ここに防災行政無線の情報が伝わるような仕組みを実験もいたしました。いよいよこれも来年度から本格運用がスタートいたします。さらに防災先進都市に向かって頑張ってまいりたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。そして2点目であります。これは私のマニフェストでもあります第2のふるさとづくり、この実現のために上総ふるさと市民登録制度が1月の16日からスタートをいたしました。上総市の以外に住んでいる東京都の方、または全国各地の方の上総市のファンの皆さんを一人でも多く準市民として、このふるさと市民の登録をいただいて、いろんな方がこの上総市にお越しをいただいたり、そしてその特典も用意してありますので、ご親戚またはご友人、いろんな方に市民の皆さんも PR していただければありがたいと思いますし、このことによって二重地域、またはこの上総市に住んでみたいと思っていただく方も将来的にも増やしていければと思っております。そして3点目であります。3点目はこの坂の家住宅、これを活用していよいよ1日限定のレストラン、これをオープンをしたいと思っております。3月3日ひな祭りの日に坂の家住宅で、有名なシェフでありまして、茨城大使でもあります、この東京青山にある人気のイタリアンレストラン畑青山の取締役総料理長、この神保シェフをお招きして、おいしいイタリアン、これを皆さんに召し上がっていただきたいと思います。これをテストケースにしながら、この坂の家でより皆さんに楽しんでいただけるようなしつらえを考えていきたいと思います。このお申し込み応募方法、これ限定にどうしてもなってしまいますので、2月号の上総市の市のホームページ等々をご確認いただいて、ぜひお申し込みをいただければありがたいと思います。今月も3点お送りをいたしました。ぜひ皆さんと一緒に今月も元気に進んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。